常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。まあ、連日ですね、北朝鮮からミサイルも飛んできているんですが、半島の南側ね、韓国の方もね、ちょっとやばいと、気な臭いというかやばいという感じで、何がやばいかというとね、経済がやばいんですよね。まあ、前から言ってますけどね、アメリカが利上げ局面の時って新興国は大体経済危機に陥るという法則があるんですよ。80年代南米債務危機ね、90年代アジア通貨危機ね、そして2010年代はね、これあれがありましたよね、ギリシャ危機もありましたけど、ちょっとね、新興国債務危機の、その余波がね、韓国にも及びそうだということで、これね、結構今ね、記事が出ています。現代ビジネスの記事ですけどね、韓国がまさかのマイナス成長に転落、その裏で見えてきた世界経済の無慈悲な現実ということでね、これ記事になってまして、ちょっと読むとね、12月期ね、去年のね、韓国の実質 GDP がですね、前期比でマイナス 0.4% と、いうことで、まあ、この記事によるとね、経済成長はマイナスに転じ、景気は失速した。背景にはいくつかの要因がある。まず、韓国経済を支えてきた半導体などの輸出が、大きく減少したことと、いうことですね。まあ、これチャイナをね、結構まあターゲットにしてですね、チャイナにこう全振り経済みたいなことやってたんで、チャイナの不振を思いっきり被っているということなんですが、ちょっとね、気になる動きもあるんですよ。半導体に関しては。ウォーレン・バフェットさんね、TSMC のね、株買ってたんですよ、台湾のね。結構買ってたんですけど、なんかもうすでに売ってるっていう今、情報が出てますよね。で、他にもいくつかね、まあ、有名な投資家ね、機関投資家がですね、TSMC のね、株をね、まあ、結構持ってたところが、今売ってるんじゃないかということで、まあ、半導体のね、サイクルってあるんですよ。で、このサイクルは多分今年のまあ、10月ぐらいでね、そこ売って、また緩やかに、反転するんじゃないかというふうに言われていたんですが、なんかこのね、まあ、いわゆるシリコンサイクルね、シリコンサイクル説もちょっと微妙なのかなと、まあ、ざっくり今年の10月に即打ちってたんで、もうちょっと長引くかもしれない。下手すと来年までかかるかもしれないというところで、機関投資家が売ってると。で、これまさに余波ですよ。ね。世界的なシリコンサイクルの余波で、韓国経済も半導体不振が、まあ、まず来てるというのが一つですよね。それから、あとインフレを抑えるためにね、韓国って今もうインフレ率 6% ぐらいいっちゃってますから、韓国の中央銀行がね、7回合連続で政策金利引き上げているということです。で、これはね、実はそのインフレ鎮静化っていう意味ともう一つ意味があって、アメリカが利上げをしたらですね、韓国も追随して利上げしないといけないんです。そういうルールというかですね、それしないとどうなるかというと、韓国でね、通貨危機が起こっちゃうんですよね。ね、ドル高が進みすぎるとですね、韓国のウォンって暴落するので、で、ウォン暴落で、で、ウォン売りの、株売りの、債券売りで、まあ、トリプル安みたいなことになって、まあ、アルゼンチン型のですね、まあ、国家破産みたいな、まあ、そういうことが、まあ、起こってしまうと、いう恐れがあるんですよね。実はアジア通貨危機の時ってこのパターンだったんです。だから、韓国の中央銀行とか政府って、ことあるごとにですね、通貨危機が起こらないようにね、為替介入を、まあ、頻繁に行っているんですよ。はい。ところが、まあ、ちょっとね、今回、まあ、その、為替介入、まあ、為替介入的なね、意味での、その、まあ、利上げっていうのが、まあ、続いてですね、結果的にですね、まあ、国内の景気があまり良くないと、いう状況になったということですね。で、この記事によるとですね、短期間で韓国経済が右肩上がりの展開に回帰する、予想ね、は、まあ、できないと。むしろ、下振れリスクの方が高いと。で、まあ、アメリカがですね、利上げをしたらやばいかもしれないと。で、特に半導体の輸出不振がひどいと、いうふうに書いてますね。まあ、一時ね、この半導体ね、需要が盛り上がりすぎてですね、誰も買えないみたいな状況でね、もうサムスン絶好調みたいに言ってたんですけど、長続きしなかったですかね。はい。まあ、この記事曰くですね、チャイナ経済の持ち直しには時間がかかると。で、まあ、規制、行動制限の緩和などによって、まあ、チャイナ経済反発しても、でも、まあ、簡単には、いかないと、時間かかると。で、中期的に考えた場合、景気回復により多くの時間とコストがかかる可能性は増していると。その要因の一つとして、スマホ需要の減少は軽視できないと。いうふうに言ってます。2022年、10年ぶりに中国のスマホ出荷台数は3億台を下回ったと。一つの見方として、人々の節約志向が一段と強まっていると。チャイナのですね、生産者物価指数は 0.8% 下落で、企業の過剰生産能力は、まあ、深刻化と。いうようなことが、まあ、書いてありますね。まあ、だから、チャイナが、まあ、風邪ひくとですね、まあ、チャイナがくしゃみするとね、韓国、まあ、ほんと肺炎になるみたいな、まあ、そんな状況だということです。で、これに関連してですね、韓国のメディアもね、
この韓国経済の記事について掲載してるんですけど、中央日報ね。はい。中央日報がですね、またこういう記事を出してます。韓国経済に暗雲、政府、景気鈍化、公式化と、いうことで、ドル安、ウォン高が進み、景気鈍化に対する政府の悩みが深まっている。17日、外為市場で1ドル1293ウォン、3ウォンで取引が始まったが、1ドル1300ウォンを超えたと。去年12月20日以来2ヶ月ぶり。その後はやや値を戻したが、前日比 14.7 ウォンのウォン安ドル高となる1ドル 1299.5 ウォンもギリギリですね。1300一歩手前で取引を終え、韓国ウォンは今年の最安値となったと。いうことです。で、これはですね、なんか経済危機のバロメーターらしくてですね、中央金融、中央日報によるとね、昨年以来の1ドル1300ウォン超のウォン安ドル安は、1997年の通貨危機、2001年のドットコムバブル崩壊、そして金融危機の直後の2009年、この時にしか1ドル1300ウォンというのはつけてないので、これ超えると、がぜんですね、まあ、アジア通貨危機の再来、まあ、韓国のね、まあ、経済危機再来みたいなことになるかもしれないと、いうふうに報じております。で、やっぱりね、GDP 良くないと。ね、実質、まあ、GDP がですね、前期比マイナス 0.4% 減少。2002年のですね、4、6月期がマイナス 3% だったんで、まあ、10期ぶりのですね、2020年の4、6月期の、マイナス 3% 以来、要はコロナの初めぐらいの時ね、以来のですね、10期ぶりのマイナス成長と。やっぱり輸出不振の影響が大きいということですね。まあ、韓国はGDP の4割をですね、この輸出に頼っているので、まあ、輸出がダメになると、経済全体もダメになるというね、まあ、こういう 悪循環になっていると、いうことです。で、さらにですね、まあ、これ前にも言いましたけどね、これにまあ、関連して、輸出がダメだと、国内もダメになるということで、サービス業がね、やっぱね、調子が悪いと。中央日報記事によるとね、昨年12月のサービス業生産も 0.2% 減、4ヶ月連続の減少となったと。それから全産業の生産指数は、前月比、1.6% 低下と、いうことで、これはですね、これもやっぱ2020年の4月なんで、流行り病の一番最初の頃ね、以来のですね、32ヶ月ぶりの、最大、下落幅と、いうことですね。で、こうした中ですね、アメリカの金利を、まあ、上げているので、結構厳しいと、いうことでね。まあ、アメリカ金利上げるとですね、韓国景気悪いのに金利を上げなきゃいけない。通貨防衛のためにね。でも通貨防衛はできても国内景気はもうボロボロになっちゃうわけですよね。だからあんまり利上げしないでも通貨防衛できるようにするためには、まあ、やっぱり日本とね、アメリカが頭下げてね。はい。もう北朝鮮のスパイ狩りちゃんとやりますからと。ね。それから徴用工の問題も自分のところで全部解決しますからということで、お願いですから、通貨サポートね、なんとかもう一回やってくださいみたいな話をやっぱしないとですね、厳しいのかなと、いうふうに思いますね。まあ、利上げっていうカードはね、まあ、切ってもいいんですけど、効果ありますよ、金融政策。あるんですけど、まあ、国内景気がですね、犠牲になるというね、副作用を伴うので、どこまでアメリカの利上げに付き合うかね。いつか万歳するときが、まあ、韓国経済が終わるときみたいな感じで、投資家は見ていると、いうことで。まあ、半導体ね、TSMC ですら今ね、市場関係者はかなり厳しい目で見ているので、サムスン、大丈夫なんですかね。大丈夫なんですかね。本当にちょっとこれはね、対岸の火事ではないかなと、台湾の件はね。台湾は台湾、対岸の火事ではちょっと早口言葉になってますけど、まあそういうことかなと思います。で、これに関連してですね、もう一個ね、記事があるんですけど、これ紹介したいんですが、ジェトロのね、レポートが出てるんですよ。これ、昨日出たやつなんでね、最新のレポートなんですけど、こういうタイトルついてます。輸出不振に直面し、政府が打開策を模索ということで、こういう記事ですね、ちょっと読むとね、韓国の輸出が不振に陥っている、確かに2022年通年の輸出でこそ前年を上回る実績だった、具体的には前年比 6.1% 増の6873億ドルを記録した。しかし月を追うごとに勢いが衰えているのだ。月別の輸出の前年同月比を追うと2021年5月をピークに伸び率は低下傾向だ。2022年10月以降は4ヶ月連続してマイナスを記録している。2022年の輸出を半期別に見ると、上半期は前年同月比 15.6% 増だったのに対し、下半期は 2.4% 減と、いうことで減少に転じた形だと。さらに2023年1月は前年同月比マイナス 16.6%、大幅に減少している。輸出不振がさらに鮮明になったことがわかると、いうことです。で、やっぱりね、このジェトロの記事でもね、半導体価格下落から輸出が不調にということで、やっぱ原因は半導体価格にあるみたいですね。でもこれはね、国際商品市況なんで、韓国一国の対策ではどうにもならないんですよ。なので、韓国は、半導体不況からの、国内全体不況ということで、出口が見えないようなね、まあ、そんな状況になっていると、いうことです。
で、内需もだからね、それでまあ非常に悪いということもやっぱ同じように書いてますね。で、一応韓国政府としてはですね、輸出先の多角化、新しい輸出品目の創出に注力をしているということなんですが、まあ産業政策でね、産業政策で何か産業を育てるってことはまあ難しいのかなと。まあビジネスモデル変えられないですからね。はい、そんな感じです。ということでね、まあ韓国経済を礼賛していたね、日本のまあ経済メディア、まあ主に日経新聞とかね、まあいろいろありますけれども、まあ結局答え合わせすると、為替レートの影響大きいんじゃない？まあ為替レートって要は金融政策の結果なんですけど、やっぱり金融政策の影響が大きいということです。まあ、ひろゆきさんなんかとね、このことはまあ何回もというか2回議論して、ね、やりましたけど、ひろゆきさん為替レートなんて関係ないみたいなね。まあそこまで言ってねえかな。まあでも為替レートの影響はまあ少ないというお立場ですけど、私は為替レートの影響非常に大きいと思ってます。韓国ビジネスモデル変わったわけじゃないのに、やっぱりね、マクロ経済環境が変化してですね、為替レートはね、ウォン安ドル高みたいな感じになったら、まあ、このありさまですよ。ウォン安ドル高に対抗するための韓国の金融政策が、韓国の国内の経済を痛めているというのは、これ今目の前で起こっていることなんで、まあ、やはり為替レートね、まあ、その為替レートに影響を与える金融政策というのは、やはりこのね、貿易の面とか、ね、実体経済の面でですね、非常に大きな影響力を、まあ、持っているということです。まあ、それ以外のね、ちっちゃい要素いろいろありますよ。人口とかね、まあ、いろいろあるけど、それ議論する前にさ、まあ、目先のね、金融政策、まあ、ましてね、こうインフレ期にはですね、財政政策も非常に大事になるので、まあ、こういったところをですね、メインで議論しないとね、経済、予想ね、見誤ることになるのでね、まあ、現に韓国が今こういうことになってる原因をね、まあ、ちゃんと考えれば、まあ、いかにこの金融政策ね、大きいか。まあ、韓国今、まさにこのアメリカのね、利上げに付き合わざるを得ないという状況で、こういうことになってしまったわけですからね。この辺ね、よく見ていくことが大事かなと、いうふうに思いました。まあ、北朝鮮がね、ミサイルバンバン撃ってますけれども、まあ、韓国もですね、経済の方がちょっとね、ユン・ソンニョル政権大丈夫かなと。もうこれはね、北朝鮮スパイ狩りを徹底的にやることによってね、安全保障の方にちょっと皆さんのね、国民の目を向けるみたいなことを、まあ、やらないと、政権維持するのも大変かなというふうに思いました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!